お疲れ様です。謎が一つ解けたかもしれないですね。ジャンクスタイルです。いや、最近セカンドストリート行ってるんですよね。っていうのが、中古のミニカージャンク系がやたら入荷してるっていうね。入荷してんのか在庫をどんどん出してんのかよくわかんないんですけど、で行ってみたら、ジャンクのねミニカー、要はぶら下がりのやつですね、あれもちょっと増えてたんですけど、なんかね箱入りのトミカがやたら入荷になってて、でも別に絶版品とかじゃないんですよ。絶版品とかじゃないね、今でも店頭に売ってるような定番商品が箱に入ったままぶら下がってるわけですよ。で値段見たら、まあ200円とかねだったらなんか買ってもいいかなとかいうのもあるかなと思ったんですけど、見てびっくりっすよ。700円とかついてて、700円って何って、おもちゃ屋さんに行けば新品の状態でシュリンクしてあるのがね、トイズラスだと例えば400円ぐらいで売ってるわけじゃないですか。700円ってちょっと待てよって。しかも袋に入ってるから状態わかんないし、箱のね定番商品ですからね、ちょっと意味わかんないと思って。で見てたらこれあったんですよ。ちょっとね見づらいと思うんですけど、トイザラスのやつです。懐かしくないですかこれ、この箱、トイザラスオリジナルのやつね。こんなんでしたよね。50周年の分だから、何年前わかんない。でこれあってぶら下がってたんで、ちょっと袋汚いねで、まあいいや、定番商品がね、定番トミカが700円だったら、まあ、これなんかさ900円とかつけてんのかなとか思ってたら、値段どこ見ても買わなくてさ、で聞いてみたんですよ。たら、これいくらなんすかって聞いたら、ちょっとお待ちくださいって言って、店員さんが奥に引っ込んで、であれですよ、なんか話してるんですよ。でなんかバーコードみたいな、バーコードピッてやっても多分出ないんですよね。セカンドストリートさんのこうデータベース上ゲオと一緒なのかな多分と、出てこないんですよ。そりゃそうだよね。トイザラスのやつだから、多分そこまで入ってないんでしょうね。バーコード出ねえや、みたいな感じで、何人かと話してるんですよ。で、どうしますみたいな感じで。まあ、真面目にはやってるんですけど、若干ちょっとキャッキャしたような感じで、いいなと、羨ましいなと思いながら見てたんですけど、若い人同士がね、キャッキャ言ってて。で、トミカだから200円じゃねみたいな感じで、確かにね、ジャンクのぶら下がりのトミカ200円なんですよね大体で。でも箱に入ってますよって一人がいたして、まあ余計なこと言うなよって思ったんですけど、じゃあ分かった、トミカで箱入ってっから300円でいいやって。これ300円なんですよね300円ってこう最下ついてるけど、300円ついた理由がそれ、トミカだから200円、箱に入ってるからじゃあ300円って。だから今まで結構謎だったセカンドストリートの値段の付け方がちょっと垣間見えたかもしれないですね。結論から言うと適当バーコードにがない商品はね。だから定番商品、定番トミカはバーコードあるから、ピッてやったらさ、だいたいメーカー希望小売価格出るわけじゃないですか。なんで700件にしてるのか、その謎は残るんですけど、結構適当ということが分かりましたね。あと他にも買ってきてるんでね、ちょっと今日はこれをね紹介していきたいと思います。ここまでちょっと時間かけすぎだね。さっきから映ってるこれをね見ましょうか。はい、トイザラスオリジナルメルセデス AM、 ちょっとピカってたねメルセデス AMG GTR、プロデザインしようかなですね。これ私持ってないんですよね。しかも、なんだこれ、こんなバーコードつけられて、しかもこんなセロハンテープ止めって、多分あれじゃないかな、わどっかで中古で買ったのをまたセカンドストリートで売った感じじゃないかな。こんな感じしないですよねトイザラスさん。ちょっとこれ開けてみようかっていうか、すっげえテープ止めだこれ。バーコード剥がれないよねこれ、破れちゃうパターン。裏のバーコードシールはね、全然剥がれなかったですね、これ。これ当時売ってんの知ってたけど、高いからいいやと思って買わなかったけど、かっこいいね、これ。未開封ではなさそうですね。中古っぽい。箱もちょっと傷んでるし、でも開封痕はないんですけど、でも遊んだ形跡はないや。これ、かっこいいね。よかった、買って。かっこいいね、このラインが。また、なんだろう、ガンメタにちょっと、黄緑のラインが語彙力よ。
いいね、いい感じに決まってる。あ、いいね。ちょっとこうほら、なんだろう、ちょっとこっちに寄ったあの中央より寄ったデザインがいいっすね。あ、これはね、かっけえよ。ドア開いちゃいますしね。もちろんサスペンションもありますよ。おお、これいつのだ。2018年ぐらいの金型？50周年だからちょい前ですよね。これ売ってるのを見た記憶はあるけど、こんなんだったんだ。へー、これいいね。思ったより良かった。買って良かった。300円ですしね。だから900円とかだったら絶対買わないでおこうと思ったら、300円だったらって言われたからさ、じゃあ買いますみたいになって、うん、まあ大体700円ぐらいでしょこれ。半額以下だからいいよね。箱ボロいけど、箱ボロいっつうかさ、テープすっげえ止めてあるの、この十字になってますからね。まあいいやこんな感じです。だから、え、何だったんだ。メルトイザラスオリジナルメルセデス AMGGTR プロデザインでした。はい、まあ、300円ねこれ。で、宿高、軸高が入ってて、50円なんですよね。なんで買っちゃいました。これ、軸でかいんですよね。ビートルね。新しい方のビートル。でかいな、ビートルでも。スケールはないよね。多分ないよね。昔からでかいよね。これ何なんだろうね。うん。だから、なんだろう。マジョレットもでかいじゃないですか。マジョレットよりもでかいですもんね、シクの方が。ゴムタイヤ入ってるし、まあジャンクでもいいやと思ったら、ちょっと、ちょっとメンテナンスしてやればいいか。これはジャンクっていうほどじゃないね。普通に飾れるっすね。これはいい買い物ですね。50円良くないですか。まずこれが目についたんですよね。なんかでっけえパトカーがあるから、多分あれじゃないかなと、あのグリーンライトかなと思ったら違ったんですけど、これ。これね、ガバガバなんですけど、でかちょっとね、ホイールの軸も錆びてるんですけど、これなんだっけな、ダッチチャージャー、ダッチチャージャーのパトカーだってでけえよな。いや、もともと軸でかいからさらにでかくなってる感じで、かっけえ。こういうパトカー、もうドアよ、なんだろう、あとで木工ボムで止めようかな。こんな感じで、ちょっとね、やっぱ塗装がね、めっちゃハゲハゲではあるんですけど、気に入らなければホイール、割とこんなちょっとデカめのホイール欲しかったりするときあるじゃないですか。なのでホイールドリビンもいいかなと思ったけど、これなんかもったいないね。ガードついてんのいいよね。海外のパトカーごっついイメージがありますよね。50円だったら全然いいっすよね。これも50円の宿高軸高の、ムルシエラゴのロードスターかなですね。感じで。これも塗装剥げが結構、てかちょこちょこっとあるから、遊んだっていうよりなんだろう。おもちゃ箱かなんかケースに入れててガチャガチャ鳴った感じかな。これも、あれ？ゴムタイヤかな？これ遊んでるね。そう、シクのナンバー面白いんですよね。ここちょっと見るか、飛んでるかな。シク278とか書いてありますね。昔、そう、本屋の軒先とかでワゴンに売ってね、売られてた頃は、シクだか軸なんかもよく買ってたんですけど、最近買えないっていうか、うん、そういうセール品じゃない。なかなかね、シクも高いですよね。え、軸だっけ今。どっちがどっちだっけ。ついでにこれも開けようと、しばらく前だね。ホビオフか、これだと。で、買った、日産リーフの、日産工場記念、それ。要は社会見学等々で行った時にもらえたやつね。で、あ、そう、子供たちがそんな社会見学とかに行く年頃になったから期待してたら、最近の日産さんは、あれだね、プラスチックの、なんだっけ、フルバックカーなんですよね。あ、トミカじゃないんだと思って。これ箱ボロいけど、200円だったらまあいいかなと。結構ボロいね、これ。もうなんか、ホコリが付着して、固着して、なんかグレーっぽくなっちゃってるんですけど、中身は綺麗なもんでしたね。これ、一度出した形跡はあるね。あるけど、なんかそのまま、
片付けちゃった感じかな。この感じちっちゃ、スケール68分の1だってちっちゃいよね。待ってこれ、2011年ぐらいだから、チヂミトミカって言ってもいいのかなぐらいの時代ですよね。だから軸だか軸なんだかのワーゲンと比べたらこんな感じですからね、サイズ感。まあ220円だから、いっぱいってかポケットトミカみたいだね。チヂミトミカって何年ぐらいでしたっけ。これも入るのかな。でも どの道あれだよね、一時期ちょっとちっちゃくなってた時期のものですかね。でもヘッドライトクリアパーツか。待って、このヘッドライトのクリアパーツがこうめっちゃ綺麗なんですけど、塗装箇所もね結構省略してありますね。今だとここの辺塗ってくれるかな。うん、トミカもね、もうちょっと、今はいくらだ、500円ぐらいか、ちょっともうちょっと値上げしてもいいかなとは思ってるんですけどね。クオリティ保ってくれるんだったら。塗装色がパールホワイトで綺麗ですね。ちょっと白だか飛んじゃうよね。うん、最近こういうパールホワイト系ってあんまりないっすよね、最近のトミカね。なんか懐かしい気持ちになりますね。なんだろう、工場見学だから、なんだろう、社会見学に行った、なんだろう、小学生を思い出しちゃった、はい。という感じで今日は、まあ、セカンドストリートと、まあ、一部ホビーオフで以前買ってたやつだけどね、開封してたんですけど、セカンドストリートの謎の値段の付け方がちょっとね分かった気がしますね。適当でしたね。何なんだろうなと思いながら、はい、ですね。まあまあ、でも面白いものいろいろ買えたんじゃないですかね。なんか普通じゃないやつが多いよね。宿だか軸なんかも今ちょっと私のね周りではちょっと買いづらいし、トイザラスオリジナルとかね、社会見学の記念品とかだし、まあ、もちろんよかったんじゃない。じゃあここまでね見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。